Meru Hi, it's Ria here. I'm an English Japanese conference interpreter and a foreign accent reduction consultant living in England. イギリス在住、会議通訳者、発音改善コンサルタントの平松理恵です。今日は、メール見ましたかって聞いちゃダメっていうお話をします。お話をしていて、あれ、この間これについては資料送ったけどなぁ、とか、メール送ったんだけど、それ見てないのかしら、もう、みたいなことってありませんかありますよね、普通にえこの時に。 この間メール送りましたけどそちらは「見ましたか?」って言いたくなるじゃないですか。聞きますよね。これを英語でやるとですねタブーなんですよ。マナー違反なんですよ。でも本当にいやこの人メール見てないんじゃないかなって思うのででも見てるかもしれないので失礼にならないように見てくれましたか でも、そこで、The other day I've sent you an email.Have、um, you read it? とか、そういうことを聞くとですね、相手としては読んでくれましたよねっていうことを前提として、こちら側は話をするべきなので、見てくれましたっていうふうに、見たかどうかを疑うっていうのは、そのままそれを口に出すっていうのは、 やめといいいた方がいいんですね。じゃあどうしたらいいのかっていうことなんですがこう思った時には「The other day I've sent an email about this」とかなんとか言うじゃないですかその後どう続けるかがすごく大事なんですけども「Was it easy enough to understand?」とかですね「<laughs> How was it?」とかそういう読んでくれたっていうことを前提にして「どうでしたか?」って聞くわけです。 でそうすると、向こうは、例えば読んでいなかった場合には、正直な人であれば、Oh, I'm sorry. そう、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 があったので、Oh, I haven't come round to it. とかですね、なんかちょっと言い訳を言います。まだ読んでないっていうようなことをこう、もったいぶって言うと思うんですよ。で、なければ、Oh, yes, yes, it was.very helpful.、Um, とかで言ってですね、読んだとかっていうふうにして、それで、えっと、 何だったっけみたいな感じに入ってくるかもしれませんがとにかくその相手に「あいいすいません読んでないんですよ」って言わせない方がいいです。えー、でなぜこんなことになったかこんなふうに思うようになったかっていうことなんですけれどもうちの夫と話していて この人話聞いてるのかなって思う時があって、あるじゃないですか、そういうのって。夫婦とかね、友達同士でもあんた聞いてるだって言ったりしますよね。その感じで、Are you listening? って私が言ったことがあって、そしたら、That's rude って言われたんですよ。How rude だったかな ?That's rude と You're rude の違いは大きいんですけれども、一語しか違わないんですよ。 1>, 1語、2語かな ?that is rude なのか you are rude の違い。これは何かというと主語が違うんですね。主語が that だと罪を憎んで人を憎ますっていう感じなんですが your rude っていうともうそのあなたっていう人格を全否定してるんですね。失礼な人ねっていうことなんです。で、微妙なのが how rude なんです。how rude って言ったときはあなたなのか 好意なのかが分からないんですね。で、わざとこういうどちらとも取れるような、両方とも取れるような言い方をしたりするのが、うーん、まあそういう階層というかそういう人たちっていうのもいますね。なので、how rude って言われた時には、you なのか t h a t なのか言及していないけれども、わざと言及しないで言ったっていうことです。普通は。 で、that's rude だと you ではないよっていうことですね。you rude だとその行為ももちろん,んになるんでしょうけれども、まず誰を批判してるかっていうと you っていうことになるんですよね。はい。通訳するときに、こうやってメールは見ましたかって言われると、すごく通訳しづらいのはこういうことがあります。やっぱり文化の違い。 です、ね、一言で言うとただ場が裁判だったりとか警察の取り調べだったりとかした場合にはもうまんまメールは見ましたかって訳すべきですし、えー、のそれがそこでこう相手がどう取るかっていうことよりも言ったままを訳すべきなんですがそのビジネスの場で。 これからもスムーズな関係づくりとか、そのスムーズな関係を作って継続していく必要があるという場合に、明らかに相手が気分を害するということが分かっていたら、私は分かるわけですね、通訳するから。でも、この発言者は知らないかもしれないんですよ。おそらく知らないんですよ。それが失礼だっていうことは。という時に、どう処理したらいいか。ここでまんまん メールは読みましたかと訳すべきだという意見もあると思います。で、先ほど申しましたけれども、裁判所とかあー警察の取り調ペとかって言ったら、あのー、こういうビジネスのようにいい関係づくりをしなければとか、そういう場ではないんですね。ここでの目的っていうのは、事実関係を明確にすることですから、あのちょっと違うわけですよ。ですけれども、ビジネスの場だとか、非常にそのラポールって言いますけれども、 いい会話の関係とか人間関係を築いていかなければいけない時にそして発言者が知らずにやってしまった言ってしまったことで関係が壊れてしまうんだとしたらさあ通訳者はどうしなきゃいけないかっていうところ意見はいろいろあると思うんですが私の場合は前もってあのお客様とも話を知って あのこういうメールは見ましたかとか言わないでくださいねとかそういう話ではなくってあの話打ち合わせをしておくとなんとなく分かります温度があのそういったところで英語がやはり追いつかないのでそういう文化的なところとかもあのフォローしてほしそうなんだなあの言葉はその「フォローしてください」とズバリ言わなかったとしてもおっしゃらなかったとしても出てくるんですそういうコメントとかが。 あのお話し合いをしてるとお客様の中から。なのでそういったところはちょっと言葉が足らないところとかはその温度を調整してこ,うこちら側のこう思いが伝わるようにその,の発言者ですねの思いの温度と合わせた温度で相手に伝えてほしいっていう風に言われますね。そうなったた場合にははこのメール見ましたかは 私だったら、um, I've sent you an email the other day. And、uh, have you received it? ではなくて。Have you read it? でもなくて。Uh, まあ、Have you received it? は OK かな届いてますかは OK だと思うんですけど、読みましたかっていう意味でしか確かにないですからね。こうやって言った時は。で、えっと、I hope it was helpful とか。 その I hope you found it easy enough to understand とかですね。そういう感じにしておくと、あ、読んでないでしょうって思ってるな、この人っていうのは伝わりながらマナーを即行なうことがないっていうことです。というお話が今回はしたかったので、ここまでとなります。Okay. Thanks for tuning in and see you next time. Please make sure you give me a thumbs up and subscribe that really helps. Don't forget to grab your freebie to improve your LNR pronunciation. You can find the link in the description below. I'll see you in the next video. Bye.